電気代の値上がりについてなんですけど、一般家庭の電気代が2020年12月には6367円だったんですね。これが昨年9月には9126円 43% 上がっている。これが今の価格です。値上がりした分を税金使って2割ぐらい下げるという激変緩和対策事業というので、その後一般家庭の電気料金が2割ぐらい下がってるんですけど、料金認可申請、値上げ申請というのが来てて、東京電力の場合 29%、北陸電力は 46% 引上げという値上げ申請がされてますと。政府には利補助での一般家庭の電気料金が7300円くらいなんですけど、これが上がると9917円になって、政府の2割補助というのがなくなると1万円前後まで上がっていくわけです。要は2割下がって3割上がるというのが来ることになってるんですね。これってこの2割引き下げというのは激変緩和措置として税金を使って行われるわけですけど、通常激変緩和というのは3割一気に上がるのを3割にならないで1割上がるように、つまり3割上がるところに2割の補助を入れて1割アップに収めるというのが普通激変緩和で、これはなんで2割下げてから3割上げるんですか。仕掛け、仕組みとしましては、全国平均のこの平均の家庭においてのこの値上がり分に相当する分を値下げするということで2割とさせていただいております。公平性の問題等を鑑み、それから事務の効率性の問題に鑑みて2割とさせていただいています。ただまず第一に、これは申請に先立って今年の1月から引き下げを開始する、先行引き下げを行うという点、さらにはこれ各社ともさまざまな申請を行っておりますが、この申請のこの為替レート、一つ取りましても1ドル140円程度のレートが用いられていると承知をしています。為替等大きく変動している状況を踏まえて何を基準とするのかが適切なのか、今後は審査の段階で専門家にもこの相談しながら、話聞いてました。2割上げてから3割上げちゃったら激変緩和になってない理由答えてください。2月の支払いから2割下がるわけなんですけど、2月に2割下がって統一地方選挙を迎えたわけですよね。それで統一地方選挙が終わった後の4月検診分、5月支払い分から3割上がるわけですよ。統一地方選対策ですよね。値上げ申請に先立って先行して引き下げを行うということでありますし、先ほど2割、この、平均家庭で2割程度この引き下げるということを申し上げましたが、これは電力の使用量によってその額は増えるわけであります。特に冬場なんで先に2割やるのって質問の答えになってないですね。去年の2月ぐらいから電力会社は苦しかったと思うんですね。為替と原油相場が上がったら自動的に料金を上げられる制度が5割分しかできないので、上限に張り付く会社が2月3月ぐらいから出てきて赤字がどんどん溜まってっちゃうわけなんで、本当はもっと早く値上げ申請したかった可能性あるもあって、統一法制より後にしてくださいって話があったんじゃないですかね。政府の支援策とかやっても電気代1割から2割上がる状況なんで、賃上げの原資確保して価格展開の過程への影響を抑えるためにも電気代をさらに下げるべきだと思うんですけどね。予備費とか使って再エネ賦課金の停止とかやればできると思うんですけど、どうなんですかね。あと民間企業の中には独自に物価高騰によるインフレ手当とかやってるとこあるみたいなんですけど、これって本来国がやるべきことなんじゃないですか。賃金が上がっても税金とか保険料高くて手取りが増えないって声よく聞くんですけど、物価上昇って消費税率増やすのと同じ効果になっちゃうんで、名目賃金上昇率が 5% に達成するまでは減税とかすべきじゃないですか。次に無理の値段なんですけど、パスタとかパンとかカップラーメンやお菓子、いろいろな値段に影響するわけなんですけど、日本の制度って輸入小麦は全部政府が一旦買い取ってそれをメーカーなどに卸しているわけなんですけど、その値段は政府で決められるわけですよね。去年の10月価格が相当上がってしまう想定だったんで据え置きにしました。これ自体は一つの判断だと思うんですけど、問題はこの次なんですね。今度の4月の値段を決めるにあたって前回据え置いちゃったんで、本来は過去半年分の相場見て次の半年の値段を決めるんですけれども、国際相場小麦は下がってるんですね。この黒い線ですけれども、
1年分見ちゃうと4月から9月までの高い値段のやつが来ちゃうわけなんですね。直近の半年分で計算すれば小麦の価格は少し抑えられるんじゃないですか。ウクライナ侵略の影響を受けて急騰に対する緊急措置として、半年分じゃなくて算定期間を1年間に延長して実は平準化してきたわけでありますが、小麦の買い付け価格は昨年6月以降下落いたしました。これはウクライナ戦略侵略前の水準近くで今現在推移しておりまして、緊急措置の結果、次回4月の改定では緊急措置を講じなかった場合の急激な価格変動を回避できる見込みとなっております。まあ、今後につきましては引き続き小麦の買い付け価格の答えになってないですよ。物価高騰対策予備費なるものが5兆円積み増しています。この予備費を使ってもし穴が開いたら、それは一般会計から寝ればいいなんで、半年分の国際相場を見て4月の小麦の値段を決めるべきじゃないですか。次回4月の改定では緊急措置を講じなかった場合の急激な価格変動を回避できる見込みである、委員がご指摘された状況であります。そして今後については、最後農水大臣が言った部分が大切でありまして、価格の予見可能性と加えて今小麦の国産化を進めています。国内でこれ小麦 を生産する方々を推奨しているわけでありますので、これ海外から入ってくる価格について、このさまざまな取り組みをすることは、そういったこの方々にも影響が出るわけでありますので、その点も総合的に判断した上で価格というものを。小麦というのはロシアとかウクライナが大生産地なわけで、国際的に逼迫しているわけなんで、農水省に任せるんじゃなくて国民の暮らしを守るっておっしゃってるわけなんですから、総理のご判断としてやってほしいですよね。もしよかったら登録しちゃってください。